今井田清則今、井田清則今、井田清則は、日本の停止官僚、政治家、貴族院議員、朝鮮総督府政務総監、停止次官、岡山県出身、旧岡山藩氏、国塩与三郎の三男として生まれ、今井伝前十郎の養子師となる。関西中学校、第六高等学校を経て、1909年7月、 東京帝国大学法科大学政治学科を卒業。通信属となり、定信省通信局に配属。同年11月、文官高等試験に合格。1910年4月、通信事務官、大阪中央郵便局長に就任。以後、神戸定信管理局総務部長、定信省電気局管理課、東部定信局経理部機が課長などを歴任。 1914年2月から1915年5月まで通信事業の研究のためイギリス、ドイツ、フランスに留学した。帰国後、低信省通信局電話課長、通信局所務課長、東京低信局長、熊本低信局長、低信省官医保健局長、低信省貯金局長などを歴任し、1927年7月に退官。同月。 大阪市電企局長となり、1929年7月まで在任。1929年7月、停心時間に就任。1924年7月、宇垣一世が朝鮮総督に就任すると、朝鮮総督府政務総監に抜擢されて就任。1936年8月、宇垣総督の辞任に伴い政務総監を退任した。同年9月、 貴族院直選議員に選任され、研究会に属死死去するまで在任した。ありがとうございます。